吉田さん、アクセスね。アクセスはこれからも流れ続けるでしょうね。で、私たちはアクセスをこう受け取る方でも、ほとんどの方は、まあ、いろんなね、情報にアクセスして、アクセスを提供する方ということなのかなと思いますね。で、不思議なことに情報発信をする方っていうのは、あんまりそのアクセスをたくさん用いないのかな、やっぱ相対的にね。情報を探し続ける人とかね、あちこちこうログを残す方っていうのは、やっぱりその情報依存なのかなというふうにね、思うんですよね。で、これはちょうどね、偶然吉谷さんからのやり取りと、あと例の羽谷亮馬さんがね、昨日なんですけども、その僕たち若い人たちはスマホ依存って言われるんですけども、スマホ依存についてどう思いますかって質問があったんですよ。で、私はスマホ依存っていうほど、まあ情報が扱えてる人はいないんだってっていう風な返事をしたんですよね。それはただ単に情報の処理の仕方が悪いから、延々とそのスマホから手が離れなくなっちゃってるだけじゃないのっていう風な返事をしたんですけど、吉谷さんはこれどういう風にお返しします？その、まあついでにですけども、その依存依存っていうんだったら、まあ、みんなね、日本人みんなパンツ履いてるからパンツ依存なんじゃねえのみたいなことを言ったんですけどね、だから何でもかんでもその依存って言葉に当てはめるとそれっぽく聞こえるんですけども、いや、依存というレベルで使えてる人いないだろうみたいなね、気がするんですけどね。だから要するにアクセスを提供する側にやっぱなっちゃってるんですよ。アクセスを取る側じゃなくてね、やっぱこうアウトプットをしっかりしていくと、はっきり言ってその情報収集してる暇ないかなというところもありますしね、まあ、この辺ね、どうなんだろうね、確かにね、情報発信して終わりなんですよ私。外部の情報を必要としないっていうか、ね、他者の考えを必要としないっていうか、ね、どうなっちゃったんでしょうねこれはね、でも最初はやっぱりいろんなものをなんかログをたどってたような気がしますね、で他者のアウトプットが気になったりとかね、でそれに対して自分なりにこうあだこうだ思ったりとかコメントしたりとか、もう誰かのところにコメントすることってなくなりましたね。で、アウトプットしてもそのまま放置みたいなね、まあ、ほとんどそうですね。なんかこうコメントが入るとしたら、まあ連絡来るじゃないですか、通知が。でもコメントももうほとんど見れなくなっちゃったみたいなね自分のそのアウトプットに対してのコメントすらもう見に行かないみたいな、見に行けなくなっちゃったみたいなね。まあ見てたらキリがないんで、本当に本当に24時間ずっと見るようになっちゃったり、ずっと返信してるようになるんで、それはちょっと違うかな、もう支配されちゃうかなっていうところですね、情報にね、十分上手に扱っていかないといけないかなと。ちょっと床屋行ってきます、これ。もう白髪がね、伸びてきたんで。吉田さんは髪の毛がなくなってるみたいですけども、いってらっしゃい。